こんにちは、稲葉です。ずっとずっと桜、桜ハブラマということで、今回は3月26日からの桜台と大トロ100円フェア、この中のね、商品で稲葉が特にね、気になっている商品、それをね、紹介していきたいと思います。まずは何といっても桜台ですよね。たくわいていったこのね、春の時期2キロ以上のね、タイですよね。そして何といってもこれですよ、大トロがなんと100、大トロが100円、すごくないですか。大トロが100円、これを食べないわけにはいかないですよね。それ以外もね、まあ、私がちょっと勝手に名付けてる部分はあるんですけども、特盛シリーズ、その中の一つとして特盛イカゲソ軍艦、あとね、特盛釜揚げ白エビ軍艦ですよ。この2つとも、ね、100円なんですよ。どんな味がするのかも気になって気になって食べなくちゃってなりますよね。これサイドメニューの中で言いますとね、まずはとろけるチーズカルボナーラうどん、このうどんなんですけど、先月関東では売ってたんですけども、3月から全国のくら寿司でね、販売することができまして、どこでも食べれるんでね、食べていただきたいなと。衝撃的なうまさです。チーズですよ、カルボナーラ。グラタンとかああいうの好きなんで、ちょっとクリーミーな感じのやつめっちゃ好きやからね、もうめちゃくちゃ大好きです。あとおだしたこ焼き、これがまた販売開始してるんですよ。だしの中にね、たこ焼きがね、3個も入ってるんですよ。ポン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 、いやもう想像しただけでもね、もうコーンってそんな感じになる。あとはロワイヤルの商品、桜パフェ。いやもうこの時期にね、ぴったりじゃないですか。桜っていい名前、今回は3つを食べていきたいなと思います。まず1つ目に関しては極み熟成桜鯛ですよね。2つ目は特盛釜揚げ白エビ軍艦、3つ目は桜パフェ、こちらをね、食べていきたいと思います。極み熟成桜鯛、ほんのりとピンクがかってるような、産卵をね、迎える時期にそのマダイの体っていうのがピンクっぽく色が変わっていくんですよね。その時期のマダイを桜鯛と言っているんですよね。めちゃくちゃうまい。実はくら寿司のまず熟成技術で熟成されてるんですよね。なのでちょっと食感はしっとりした感じがあって、タイ特有のこの旨味がすごい感じられる。非常に柔らかいですね。これは食べない。次の商品これですね、特盛釜揚げ白エビ軍艦。まあ、白エビって言ったらね、結構富山とかでって結構有名なんやというふうな認識やって、でも非常に高級なやつが、しかもこんなに特盛で食べれるなんてちょっと信じられないなって私思ってたんですよね。いただきます。あ、めっちゃいい匂い。めっちゃ美味しい。ちょっと甘かった。シャキシャキしてるね。ちょっとシャキシャキってエビが、めっちゃエビの味する。めっちゃ美味しいなこれ。いやこれ大満足ですね、この量。私の記憶の中では特盛とかなかったね。これがくら寿司で食べれるというのはいいラインナップだなっていうふうに思いました。次はね、プラロワイヤルの桜パフェ、これをね食べたいと思うんですけども、実はちょっとあいつがね紹介すると言って聞かないんで呼んできたいと思います。皆さんで、ね、呼んでみましょう。せーの、ロワイヤルの王者、ロワイヤル、皆さんお久しぶり、ロワイヤル王子だぜベイベー。今日紹介するのはこちら、桜パフェだぜベイベー。上からイチゴ、そして白玉、上に乗っているのは桜ゼリー、これはチョコ、ストロベリーアイスの上にはラズベリーソース、そしてセルフィーだぜベイベー。そしてこちらがホイップ、そしてこの下が桜マスカルポーネムースだぜ、そしてその下は桜ゼリーだぜベイベーめちゃくちゃうまいぜベイベー。甘酸っぱさとこのホイップとか甘さとの調和、たまらないぜベイベー。ゼリーがこの柔らかい白玉にちょっとついてるんで、めちゃくちゃうまいぜベイベー。桜マスカルポーネムースを食べるぜベイベー。身も心もとろけそうだぜベイベー。この中に
スポンジケーキも入ってるで、ベイベー。まるでこれはイチゴのショートケーキみたいだで、ベイベー。おいしいな。これみんなにも食べてほしいな。この味はジーヤにも食べさせてやりたいな。さて、そろそろロワイヤルオージの出番は終わったみたいなんで帰ろうかな。星に帰るね。はい、ということで稲葉戻ってきましたよ。いや、久しぶりにね、ロワイヤルオージも出てくれたんでちょっとね、嬉しかったなと。なんかちょっとキャラ変わってましたよね。なんかベイベーとかやたら言うてたんでね、テレビ見すぎなんかなってちょっと思いましたけどね。最近ちょっと感じた切り替えのタイミングとかでね、新しい商品が非常に増えてきたなと、変わった商品が増えてきてるなっていうのを非常に感じて、食べに来て1回ではね全部食べきれないぐらいあるなっていうふうに感じててね、ホームページとか見ていただいてね、来ていただければなと。ということで今回のね動画はここまでとなります。この動画良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ここまでは178こと稲葉がお送りしました。よっ、アナウンサー、桜満開になれ。